芝居は、妖者討伐軍に参加してからずっとある人物を探し続けていた。王位という女性である。王位はかつての世界で義の参謀を務めた才女であった。この世界に飛ばされてからその所在は不明となっていた。世界の危機を前にして芝居はその能力を求めたのである。やがて妖者が出現してしばらくの後、芝居のもとに王位の所在がもたらされる。平清盛の妖術に操られ長篠の地で馬超を攻めているという。迂闊な奴め。芝居は毒づきながらも王位の心を救うため長篠へ向かった。どこへ消えたのかと思えば清盛の妖術に操られていたか。迂闊な奴め。術で操られている。どうしてそう思うの。王は馬超への復讐に囚われた女。話には聞いているわ。復讐のために清盛についた。そう考えるのが自然でしょ。ふん。奴は支援に身を落とすようなボングではないはずだ。彼女の心を縛るものが何である。これ以上孤独な戦いをさせられません。きっと悲しみで心が壊れてしまうから。王位の際毎日休みは惜しい。妖術を解放し取り戻す。これは少々厳しい状況だな。撃ち取りました。
なんの、これしき。全てを槍に込め、貴様を貫く。無駄よ。この程度の念では我が輩の体は貫けん。
術を解けるですべてが変わろうと心を砕かれ縛られようと私の望みはただ一つ、お前の首を清涼の死神。すでに妖術は解けているな。その上でなお戦うというのか。何を見ている。私の目に映るのはただ一人、憎き敵の姿だけ。素敵ね。宿願を果たした時あなたはどうなるのかしら。憎しみが生み出すのは悲しみだけだから、あなたの目はそんなには悲しい。探したぞ。私たちと一緒に行きませんか。悲しみが少しは薄れると思うから。楽しめたわ。戻れ王位。その際無駄に費やすな。どれほど世界が変わろうと
私の望みはただ一つ、一族の仇、馬長の首のみですが、この後に及んでもなお支援にとらわれる愚者でいたいとは思いません。世界が落ち着きを取り戻すまでの間だけ仇と靴輪を並べる屈辱に耐えましょう。